こんにちは。今日は自分の最大の武器のスライダーを今日は紹介したいと思います。で、スライダーの投げ方をね、まずは紹介したいと思うんですけど、まあ、スライダーってまあみんないろんなね投げ方があると思うんですよ。こうストレートみたいに持ってこうねずらすだけとかね、こうこのこのねこうなってるところに指かけるとか、あるいはここの縦の部分に指かけて曲げますっていう人もいるし、様々なんですけど、なんでこの暗くなるの。自分が投げてるスライダーを今日は紹介したいと思います。自分が投げてるのはこの丸いところありますね。そこにこの横にここの部分に人差し指をかけます。指先でしっかり持ちます。内側からキュッと真上に持つんじゃなくて、この内側に指を置いてグッと、ここでもうロックします。思いっきりひねって思いっきり腕振るんですけど、コツがあって、いかに本当にもう何でも一緒です。いかに前で離すかです。そんだけで変化はします。シュー、こうなんだろう、こうじゃなくってこう斜めにウィーンウィーンってこういう感じで変化をします。寒いよ。半袖でやってるのアホみたいだよ。はい、ということで、スライダーを投げましたが、どうでしたか。めっちゃ曲がってますね。曲がってる？曲がってます。でもなんつうの、開きがね、体の開きがこう早こう投げる時に開くじゃなくて、投げる前から開いてたらね、見やすいらしい。曲がるっちゃ曲がるんだけど、ボールが早めに曲がるからもうボール見やすいんだって。でもちゃんとこう最後までこのままこうね踏み出した時にまだ体が開いてないっていう、ね、状態で投げると、バッターのこの手元でクッと曲がってくるんで打ちづらいっていうのがあるんですけ ど、キレがあって、そうね、本当打ちづらいなっていうのが、腕のスライダーの同じ握りで腕の振りだけでボールの軌道も変わるし、なんつうの、球種がこう球種をね分けるべきだと思う。そういう風にね、本当にいろいろ曲がりが違うんで、それぞれ一個一個が本当に武器みたいな感じになってるんで、こう曲がったりね、こう曲がったりこう曲がったり、グッてこう曲がるやつとかね、で握りは一緒なんですよね。自分もあんまコントロールできないんですけど、そのね、これ投げようこれ投げようってのはできないんですけど、まあ、やっててとりあえずストライクを狙っていつも投げてます。最後まで開かずに前で離すように意識をすればいいと思います。自分はそういう風にやってますね。それでまあそのスライダーとまっすぐと、ツーシームとチェンジアップとかね、いろいろ使って自分はその組み立てをして抑えていっています。皆さんもスライダーを投げてそれを武器にしてみてはいかがでしょうか。マジ本当自分のこの意識だけで本当変わってくるんです、スライダーっていうのはね。なるほど。はい、ぜひとも皆さん使ってみてください。今日は以上になります。さよなら。さよなら。さよなら。